はいどうも、こんにちは。J リーグにわかサポーターの良平です。今回は2023シーズン J2 リーグ第3節の土曜開催分全試合の振り返りということでやっていきたいと思います。日曜開催分の全試合も後日動画にしようとは思っていますが、かなり時間がかかることが予想されるため、まず土曜開催分のみの振り返りとなります。J2 は好カードが目白押し。そして J1 新潟は6年ぶりとなる J1 でのホーム開幕戦。白熱した展開の試合が非常に多かったですね。それでは早速土曜開催分の全試合振り返りやっていきましょう。まずは磐田対山形。結果は2対1でホーム磐田が今季初勝利。山形は開幕からの連勝が2でストップしました。昨シーズン J1 を戦った磐田と開幕から好調の山形のカードということで非常に注目のゲームでしたね。ゲームの展開としては大方の予想通りといいますか、山形のボール保持に対して磐田がコンパクトな守備ブロックを敷いて対抗。序盤から磐田の守備がかなり効いており、山形は得意のパスワークが封じられる格好となっていました。磐田はいい守備から攻撃に移り、先制点にも成功していましたので、非常にいいゲームの入りができていました。さすが昨年まで J1 を戦ったチームだなという印象で、高い個人能力に加え、整備された守備は好調の山形といえど苦戦していた印象です。特にここまで山形の攻撃のキーマンとなっていた伊坂選手は、磐田のグラッサ選手や松原選手にケアされて、得意のスピードを生かす場面はかなり少なかったように思います。ただ後半は山形も徐々に磐田守備陣のライン間にボールが入るようになり、セットプレーから同点に。ここから一気に山形が攻勢を強めるかなと思ったところではありましたが、一瞬の隙をついて、磐田の松本選手が値千金の勝ち越しゴール。最後まで目の離せない白熱した試合展開でしたね。磐田はこの勝利で浮上のきっかけをつかめそうです。センターバックの伊藤真希人選手の怪我がちょっと心配ですが、中盤のボランチの位置の遠藤選手、針谷選手がアイデアのあるパスが随所に出ていて、個人的に磐田のブランチ2人が印象に残りましたね。パスから攻撃のテンポを上げられる選手たちですね。磐田対山形の注目の一戦は、磐田が山形のストロングポイントを抑え、今季初勝利を手にしました。続いては藤枝対秋田。結果は1対2でアウェーの秋田が勝利しました。こちらのゲームでも、開幕連勝スタートの藤枝が敗れるという結果になりました。試合はこちらも戦前の予想通り、藤枝が持ち前の攻撃サッカーでボールをしっかりと保持し、秋田はロングボールを主体とした攻撃と、互いのスタイルが色濃く出た試合でもありました。その中でも序盤から試合を優位に進めたのは秋田で、前からのプレスで藤枝のビルドアップを引っ掛け、ボールを奪い、素早い速攻で藤枝ゴールに迫る。先制に成功した後も、藤枝が攻めてきた背後のスペースをロングボールで狙い、チャンスを多く作っていました。秋田はやはり一人一人のフィジカル、そして強度が高く、球際の競り合いではほぼ勝利する強さを見せていましたし、ロングボールから2トップの青木選手、斉藤選手だけでも攻撃を完結できる、シンプルながら効果的な戦いができていましたね。吉田健監督がここまで磨き上げてきた秋田のスタイルというのは、やはりすごいですね。特に攻守の切り替えが早く、ネガティブトランジションっていうんですかね。ボールを失った後の帰陣がものすごく早いですね。しかし終盤はスタミナが落ちてきた影響か、徐々に高い位置で藤枝がボールを保持できるようになってきました。さすがに7割近いポゼッションを終始やられてしまうと、ボディーブローのように効いてくる感じでしょうか。横の揺さぶりから両サイドの榎本選手、久保選手のスピードあるアタッカーがチャンスを作り、秋田ゴールに迫る怒涛の攻撃。中盤の藤枝のこの攻撃は非常に迫力がありましたね。しかし試合は先制した秋田がそのまま逃げ切り試合終了。秋田は開幕アウェー3連戦を2勝1分けと好スタート。3試合連続クリーンシートも達成し、上々のスタートを切りました。藤枝も敗れはしましたが、スタイルを貫き、終盤は秋田をかなり苦しめていました。2勝1敗で今回黒星がつきましたが、J2 でも藤枝のサッカーが通用することを証明できていると思います。両チームとも今後の躍進が非常に楽しみですね。続いては徳島対仙台。結果は1対1のドローに終わりました。この試合は共に相手を自由にやらせない、守備が強度高く見られました。その中でも徳島がボールを握りながら前進。仙台が前線からのプレスでショートカウンターを狙う構図になりましたね。特に序盤から徳島がビルドアップを丁寧に構築して、ボールを保持する時間が長かった印象です。しかし徳島は序盤の決定機をものにできず、後半は追いかける展開となりました。ここでラバイン監督が見せた攻撃的な采配が、いやーすごかったですね。なんとフォワードの西谷選手をサイドバックに変更。私、良平はにやかサポーターなので、普段から西谷選手がサイドバックをやることがあるのか、ちょっとわからないんですが、あまり西谷選手がサイドバックをやっている印象がないですね。この起用は驚きましたね。ただ、このサイドバックの西谷選手がうまく攻撃に関与して、効果的に機能していた印象です。サイドバックに入った西谷選手のスルーパスが、仙台キム・テヒョン選手のファールを誘い、一発退場。数的有利となった後半終了間際に追いつき、1対1のドロー決着となりました。結果的に、この西谷選手のサイドバック起用、当たりましたね。今後も徳島はこういった配置変更をやってくるのか、ラバイン監督の采配も楽しみの一つですね。仙台も強度の高い守備に加え、個々の能力の高さを見せてくれていました。この日は、ホ・ヨンジュン選手と木田選手のツートップという、あまり見ない組み合わせの起用がありましたが、ホ・ヨンジュン選手はフィジカルの強さを見せて起点となり、木田選手は得意のドリブル、パンチ力のあるシュートでゴールに迫るなど、2人とも自身の特徴をよく出していたと思います。後半からさっき主力の中山選手や、前節決勝点の山田選手が出てくるという分厚い選手層で、今後どんな組み合わせを見せてくれるのか、仙台の伊藤監督の采配も楽しみですね。あとは個人的に徳島の柿谷選手がね、かなり印象に残りました。にやかサポーターの良平は、柿谷選手というと、やはり最前線で絶妙なトラップからシュートを狙ったり、アクロバットなシュート、トリッキーなプレーで観客を沸かせる、まさに天才的な選手というイメージだったんですけれども、この試合は中盤の低い位置まで降りて、気の利いたパス、バランスをうまく取るような立ち位置でプレーしたり、交代してすぐの杉森選手になるべく早くボールを触らせてあげようと思ったのか、入ってすぐの杉森選手にパスを出したりと、すごく大人なプレーをしていたので、いやーびっくりしましたね。柿谷選手が徳島でキャプテンマークを巻いている意味が、なんとなく分かった気がしました。今後も柿谷選手のプレーや振る舞いには注目したいと思います。続いては長崎対清水。結果はこちらも1対1で劇的なドロー決着となりました。いやー、すごい試合でしたね、これは。はい。試合はね、共に優勢な時間帯があり、圧倒的な個の力を持つチーム同士、がっぷり四つの展開。特に両チームともロングボールを効果的に使いながら、互いのプレスをかわしていた印象ですね。その中でも最後は劇的な展開が待っていました。長崎が先制し、終盤は攻撃的ミッドフィルダーの澤田選手に変えて、ディフェンダーの海家選手を投入。5バックの布陣でしたかね。逃げ切り体制に入って鉄壁の布陣を敷いた長崎、危なげなく清水の攻撃をしのいで、このまま今季初勝利かと思ったんですが、これがまたリサロ選手がスーパーゴールで終了間際に劇的同点弾。お互い初勝利が欲しかった一戦はドロー決着となりました。リサロ選手のシュートすごかったですね。このシュートいろいろ苦戦があったのかなと個人的に邪推してまして、まず清水の交代カードでリサロ選手ではなくサンタナ選手を避けたことですね。この采配が当たったのかなと思いました。個人的にもリサロ選手の方がこの試合は調子が良くて攻撃にかなり効いていたので、リサロ選手を最後まで残すという選択は良かったのかなと。そして長崎のディフェンダー海家選手がボールをクリアして、そのまま前線にプレッシャーをかけに行ったんですよね。この時それ自体はね、決して悪いことではなく、下がりすぎたラインを上げる効果もあるので気持ちの入ったいいプレーだと思うんですが、この海家選手の上がった瞬間に少しスペースができてしまいましたね。そこへリサロ選手が入っていて、右足を振り抜いて劇的同点弾。いやー、いろいろなんか繋がっていたのかなと個人的に思いました。でもこればっかりはやはりリサロ選手を褒めるしかないと思いますね。長崎のそこまでの試合運びは非常に良かったと思います。なかなか初勝利まで遠い両チームですが、非常に見どころの多い試合だったかなと思います。最後に新潟対札幌のゲーム。結果は2対2でドローとなりました。こちらも手に汗握る白熱したゲームになりました。6年ぶりに J1 でのホーム開幕戦となった新潟。この試合も25,000人以上の大観衆が詰めかけ、なんとJ リーグ通算入場者数が 1,000 万人を突破。これは歴代でも浦和レッズと横浜 F マリノスしか達成していない数字で、いやーすごいですよね。新潟のサッカー熱の高さ、クラブ人気が伺える記録ですね。J リーグ創成期から存在するオリジナル10のクラブたちを抑えての堂々の史上3クラブ目ということで、いやー本当にすごい記録だと思います。試合の方は札幌のマンツーマンプレスと精度の高いロングボールに苦しめられた印象ですね。前からのプレスの圧力の強さ、予選の速さは J2 時代には味わうことがなかったレベルで、改めて J1 のレベルの高さを感じました。 J2 時代には毎試合 60% を超える支配率を出していた新潟が、この日も支配率は 45% というスタッツで、なかなか苦しい時間が続いていましたね。それでも随所に新潟のこれまで培ってきたパスサッカーが見られて、伊藤選手、太田選手と決定機を確実にものにして2得点。伊藤選手のゴールなんかも、今日の試合さすがに相手も警戒して伊藤選手消されてるなぁと思ったところでのゴールで、いやーさすが伊藤選手だなと思いましたね。リードした後もカウンターから谷口選手、小見選手に決定機がありましたが、惜しくもゴールならず、札幌に終盤追いつかれてのドロー決着となりました。点の取り合いとなった非常に熱いゲームでしたね。新潟はこれで J1 復帰後3試合で毎試合複数得点、ここまで1勝2分けということで素晴らしい結果を残しています。しっかりと決定機を作って得点が奪えているというのは J1 で新潟のサッカーが間違いなく通用していることの証左ですし、これからさらに J1 のスピードに慣れていけばまだまだ上積みが狙えそうで、今後が楽しみです。一方で J1 のレベルの高さも新潟サポーターながら僕は感じていまして、通用はしているけれども圧倒はしていないのかなと。ボール支配率やシュート数だけで見ても J2 時代よりさすがに下がっていますね。ただ昨年1年間 J2 を見させてもらって、J2 で各クラブを圧倒した新潟のパスサッカーは、個人的にまだまだこんなもんじゃないと思ってます。J1 でもゲームを支配して圧倒できるポテンシャルがあると思いますので、新潟の今後の伸びしろに期待しています。新潟ならきっとできると思いまして、期待を込めてこのように表現させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回も土曜日のゲームしか紹介できませんでしたが、日曜日のゲームもこれから作成していこうと思います。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンを押していただいてお待ちいただければ幸いです。J リーグが開幕して3試合目、各地素晴らしい試合を繰り広げてくれました。また最高に暑い週末が帰ってきてワクワクしますよね。この動画が少しでも J リーグの盛り上がりや発展に寄与していけたら嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。